ソム級潜水艦は、ロシア帝国海軍が1904年から1907年にかけて建造した潜水艦である。エレクトリック・ボート社によって設計された。この艦は、日露戦争の最中に発令された緊急計画に、従い1904年に同社に発注された。建造は、サンクトペテルブルクで行われ、鉄道輸送への対応が要件とされていた。 一番艦のソムはもともとフルトンという名の実験艦であり、プランジャーをはじめとするプランジャー,ー級潜水艦の試作品であった。フルトンは買い取られた後に、区分けされた状態で、ロシアに運び込まれ、サンクトペテルブルクで再組み立てが行われた。ドック状のフルトン。後に、ロシアに売却され、ロシア帝国海軍のソムとなる。2015年7月、 スウェーデン軍は、スウェーデン沖のバルト海の海底で沈没している状態で発見された潜水艦がロシアの潜水艦、ソムと思われると発表した。ガーディナー、ロバート、コンウェイ、s オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップス1906-1921、コンウェイマリタイムプレス。 ピアニッシモ3 3、312、313、ISBN0 から851772455、https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス、books. ID、イコール J29 サウポサル 8C& ピコグラムイコール PA312、森太氏。100年前に沈んだ路潜水艦か、バルト海で発見。読売新聞。 http:///。w w w 読 u 売 i COJP World 2015738-1T5014HTML 2015年8月8日閲覧 Wikimedia Commons には総務級潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。